学園前駅は北海道札幌市豊平区豊平六6条6丁目にある札幌市営地下鉄東方線の駅。駅番号は H10。駅名は学校法人北海学園が経営する北海学園大学、北海高等学校、北海学園札幌高等学校、北海商科大学、北海学園大学法科大学院に隣接していることによる 札幌市営地下鉄では、唯一、学校と地下鉄が、出入り口で直結している駅である。一面2線の島式ホームである。改札は北改札口、南改札口の2カ所に分かれており、このうち南改札口が3番出入り口を介して、北海学園大学に直結する。国道五十三号の下にあり、出入り口はこの道路に沿って、当初は三箇所だったが、 北海商科大学の建物の完成に合わせ、これと連絡する4番出入り口が完成したために、現在は4箇所。地上へのエレベーターは2.34番出入り口に設置されている。また、3番出入り口のみ、上下両方向のエスカレーターが設置されている。乗り場札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は1164人であった。 普段は学生の利用者が多く、朝は北海学園に通じる南改札口と3番出口が混み合う。北海学園大学には夜間部もあるために夕方引く夜も学生の往来が多い。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅に面した国道453号の西に北海学園大学、北海高等学校、 北海学園札幌高等学校の3校があって、同一の敷地内に並ぶ。周辺は、中層の建物が多い住宅地で、商店が散らばる。2006年には、平岸通りの東側に、北海商科大学の校舎が完成した。2020年4月1日現在、路線詳細は、事業者記事を参照。ありがとうございます。